今日は折り紙のバッグの作り方をご紹介します。白い面を上にします。真ん中で半分に折ります。開きます。もう一度真ん中で半分に折ります。真ん中の線に合わせて左右を斜めに折っていきます。少しここはずらすようにしてください。上側を折ります。上のところをカッターで切り込みを入れていきます。このラインで折っていきます。はい、これでバッグの完成です。ぜひ作ってみてください。